みなさんこんにちは、ふみです。あみです。ふみあみです。はい、今日は今日はなんか YouTuber さんがやってたんですけど、インスタで私の印象ってどうですかみたいな質問をして、それにみんなが答えてくれたのを実際に見て、こう言われてるけど実際そうじゃないよなみたいな、印象と実際の本人はどう違うのかっていうやつ、で今日はみんなから見てアミの印象っていうのをアミが昨日インスタで募集したんで、それを見ながらふみがほんまのアミと、このみんなの思ってるアミとっていうのをこう比べていきたいと思います。はい、はい、今回はアミ、次回はふみ、みたいな感じでやっていきますね。実際に来た質問の中からふみに選んでもらいます。はい。ふわふわしてるっていうのがむっちゃ多い。実際どうですか、ふわふわ。え、どうですか、ふわふわ。ふわふわもしてるんかもしらんけど、なんていうんやろ、ちゃんと重りがあってこういう感じどういうこと。なんかふわふわって浮いていくんじゃなくて、重りがあるのに、あるのに繋がられてて、あ、ふわふわしてる、あー、なるほどねっていう感じかな。あー、なるほど。意外とネクラで傷つきやすそう。おー、あーでもネクラではないけど傷つきやすいと思う。あー、確かに根垢やな、完全に。うん、根垢ではある。根垢やけど、根垢っていうんかな、ネクラの反対ってネクラの反対、根っからの明るいポジティブ人間やけど傷つきは安い。むっちゃ、結構なんかコメントとかでも結構ですぐなるような。みんな傷ついてるんですよ私虫が飛んできたらキャーって言って走り回ってそう。あー、でもそれはそうかも。走り回るけどとどめを刺すのはアミやんか確かに一旦走り回るよな、フミラ。でもふみの方がほんまにうるさい。ふみの方がうるさすぎてもうやらざるを得ない。で、最終のとどめを刺すのはアミ。だいたいこういうなんかさ、こうやつあるやん、シューみたいな。もうやばいからやり方。もうここら辺でやるから。虫のここら辺で。恨みがあるみたいになる。やめたってくれっていうぐらい。ふみの方が、ヒャーヒャーヒャーってずっと言ってる。うるさいって言ってやってる。確かに。アミちゃんは彼氏さんにめっちゃ甘えてそう。ああ、いや、そんなことないんじゃない。そう、確かに甘えてるんかな。でも多分直接的に甘えたことは言わへんけど、こう遠回しに甘え上手っていうんかな。なんか表面的には見せてへんけど、甘えれてるっていうイメージあるかな、ふみの中で。なんかやってとか、そういう意味やってとか。甘えるとアミのなんかこういう感じやと思って言ってた。あー、にゃん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 みたいな。あ、そういうのか。あ、でもそういうのもしてへんな。してるイメージあんまりないな。じゃなく、やってとかは、こうやってって言わへんけどやらしてる。怖ー怖いよ。なんか、どうしつけしてんのかなっていう彼氏はどうしつけしてそうなってるんやろっていう。しつけしてない、なんかこうね、やらしてる次、優しそうだからおばあちゃんとかによく話しかけられてそう。いやー、そんなことないと思う。だって派手やもん。おばあちゃん話しかけたくないやろ、こんなピンク頭。派手やと思う、普通に街を歩いてたら。でも確かにニコニコしながら歩いてそうやな確かに普通にスマホ見ながら笑ってる時とかあるもんな。でも外国人はよく話しかけられるかも。あー、そうかもな。日本人のおばあちゃんおじいちゃんとか受けはあんまり良くないかも。いい意味であざとい。あー、あざとい当たってるね。ほんまに気づいてないけど、無意識あざとい。え、例えば。え、全く気づいてなかった。例えばか、でも確かにいい意味でこう、みたいなとこあるよなこう嫌なこととか、嫌なこととか、そうそうやな、嫌なこととか言われたら、みたいなとこあるな。顔でちょっともうなんか助けてみたいなあざといっていう。そうそうそう、顔で助けてみたいな。重たいものとか持っててもなんか、大丈夫
みたいなとこあるよな。顔が上がっといたこと。いや、なんか重いから持ってっていうタイプではないよね。ああ、言わずとしてやらすタイプってこと。うんうん、相手に うざいな。いや、上手。やっぱ末っ子やからさ、末っ子気質がすごいある。うん、確かに。まあ双子やけど一応末っ子だから、ふみのが一応年上じゃないや、お姉ちゃん、ふみのが一応お姉ちゃんやから、めっちゃなんか末っ子やなってよく言われてるイメージあるもん。うん、いろんな人にすぐ当てられる。末っ子気質がある。うん、心配性で準備とかちゃんとしそうだけどおっちょこちょいって感じ。当たってる。めっちゃ当たってる。うん、100点取れない女やから、この人。うん、120点の努力するけど97点くらい。だってもう結構どんくさいのむっちゃんで今まで。うん、えっていうこと。やみ、一番覚えてる自分の A は、みんなで旅行、卒業旅行沖縄行こうってなってた日、普通に仕事入れてた。2日後やと思ってたら明日が沖縄やってん。で、その日に、前日にみんな、明日この飛行機だからこの時間に集合ねみたいなして、いや、まだ明後日やろって思っとって。早いなぁ、気がと思っとって。で、その日の夜まで気づかなかったっていう。で、夜に明後日やんなって言ったら明日やでって言われて、え、やばってなったのを覚えてる。それはほんまに撮影めっちゃ謝ってさ、代理探しだよな。撮影行かれへんくなっちゃって申し訳ないから、そう、代理の人探したりとか、ほんま急いでパッキングして、マジで何してんねやろってなった。半泣きやったな。うん、だからアミはこんなんなんて、なんでアミはいつもこんなんなんって言ってとか、バイトの最終日に遅刻するとかな。最終日やの寝坊するとかな。男性の好みの理想が高そう。どう？高くないんちゃう？うん、高くない。うん、誠実やったらいいって感じ、アミは。うんうん、真面目、誠実な人やったら、OK、全然顔とかはない。うん、ほんま中身で、アミのことが大好きな人やな。うん、アミはなんか、口でどうこう言う男より足で行動してくれる人が好きってイメージあります。おー、なるほどな。うん、だから言葉少ない人といっぱい付き合ってる感じする。口言うてなんか好きだよとか愛してるとかを言う人じゃなくて。確かに。うん、どっちかって言ったらシャイっていうかクールな人。うん、クールででもちゃんと会いに来たり、あー、なんかアミのために時間を作ったり、アミのためになんかいろいろしてくれる人と付き合ってるイメージあるな。確かに当たってる。次。はい、自信満々。おー、そんなことないと思う。うん、全然違うと思う。うん、自信なさすぎるぐらい。うん、やっぱファッションとかは人一倍努力してるから、服のこととかはまあ自信ちょっとある。うん、こういう服着た方が可愛いやろうなとか、うん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 、はアドバイスとして人に言ったりする自信はあるけど、自分の外見とかスタイルとかに対しては全然自信ない。全然ない。好きじゃない。うん、うん、いつもなんかこの子やったらいいのに、こんなんやったらいいのにって雑誌見ながら、森えりかちゃん見ながらずっと言ってくんね。もうえって。森えりかちゃんやったら、森えりかちゃんならな、可愛いよな。声ねんで、声ねんでって、そう言ってます。だからそんな自信満々じゃない。はい、ニコニコって感じで誰からも愛される人って印象です。うん、嬉しい印象ですね。この印象めっちゃ多かったです。嘘。ニコニコとか笑顔、誰からも愛されそう、優しそう、人の悪口言わなさそう。めっちゃいい子っぽく思われてんねんな。むっちゃ多いこの印象。まあ確かに誰からも愛される人ではあると思う。うん、でもそんなに広く付き合う人じゃないから。うん、浅く深くやからさ。うん、雨はどっちかと言ったらほんまに決まった人を大事にする。うん、だからもう大事な人に関してはむちゃくちゃ頑張る。うん、自分の友達、大事な友達、家族とかに関してはめっちゃ深く深く入っていくタイプですね。狭く深く。うん、だから、まあ、その人たちからは愛されてるし、アミもその人たちをすごい愛してる。うん、っていう感じ。せやな、広くはない全然。うん、最後です。お、最後にする。仕事とかはしっかりしてそうだけど、プライベートは適当そう。当たってるかも。ちょっと適当なんかな、抜けてる。まあいっかは多いか。うん、めんどくさがり屋やねん。うんうん、むちゃくちゃ
適当やと思う、めっちゃ。もうそれぐらいやりやっていう感じかな。うん、それはめんどいんやっていう、めんどいのラインがすごい浅い。なんか2個、家の近くに2個スーパーあるんやけど、信号が多いスーパーが近くて、信号がないスーパーがちょっと遠いね。でも信号があるのがめんどくさいらしくて、止まるのが遠い方行く、で絶対遠い方に行くねん。で、海は近い方が好きやから信号がある方行くねん。だからいつもスーパーちゃうねんな。そう、だって買い物とかも豆に行くのめんどくさいからため買いやな。うん、うん、1週間に1回全部買う。すごいよね。でもめんどくさがりや、ほんまに。うん、だからそのめんどくさがりな性格を分かってるからこそ、うん、なんかうまく生きようとしてるかも。あー、自分がめんどくさくないように。うん、うんうん、そう、そういうのめんどくさくなるって分かってたら事前に防ぐじゃないけど。うん、はいはい、ってな感じで、アミの印象ゲームどうでしたか？あー、なんかでも結構当たってたかも、半々、うん、半々くらい。うん、楽しかった。うん、みんな優しい、かわいい、ふわふわ、天然とかめっちゃ多かったです。みんなの印象通り、まあそれもすごい当たってる。でもちょっと違うとこもあった。あった。じゃあこの動画が面白かった方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。バイバーイ。